皆さんこんにちは、パン職人のゆりなです。今日はストレート法で作る基本のバケットをご紹介していきます。日本のパン屋さんで多く取られる製法です。材料は1本分を記載してます。2本分でも3本分でも可能です。約6時間ぐらいかけて焼き上げていきます。成功させるポイントを挙げました。動画内の記載は守っていただくこと、あとは最低3回には挑戦してほしいと思います。早速始めていきましょう。まず材料は事前に計量をしておきます。小麦粉は常温に戻したもの。水の温度は27度前後で測ってください。まずユーロモルトに計量した水を少量加えてしっかりと溶かしていきます。パウダーの場合は、小麦粉にモルトパウダーを加えて混ぜ合わせておいてください。溶かしたら水に戻します。そしたら準強力粉にモルトと水を加えて粉気がなくなるまで混ぜていきます。今回私が使用している粉はリスドールという粉ですね。フランスパン専用粉とも呼ばれる準強力粉になります。これぐらいまで粉気がなくなったら、このまま生地を休ませていきます。オートリーズという工程になります。オートリーズは小麦と水、だけを混ぜ合わせて放置することによってグルテンがね、つながってこね作業の軽減につながります。約20分間このまま放置をしましょう。20分後です。生地の伸びを見るとすごく伸びるようになってますね。自己分解っていうのが進むらしいです。そしたらドライイースト 1g を加えて生地になじませていきます。今回はサフの赤と呼ばれる銘柄を使ってます。ボールにね、くっつかないように生地になじませていきます。大体で結構です。そしたら、ドライイーストが見えなくなったら次に塩を投入して、こちらもなじむまで混ぜていきます。こんな感じですね。ここまでできたらこね台の上に出しましょう。こね台といっても平らなところであればどこでも構いません。生地を台にこすりつけるようにして約5分間こねていきます。伸ばして戻す、伸ばして戻すを繰り返しましょう。最初の方はちょっとベタつきますが、分量など間違っていないので焦らないようにこねていきましょう。角度だったりとか場所ですね、各箇所を変えながらこねていきます。カードとかを使いながらね、こねるとこねやすいです。約5分間こねたら、次に生地を持ち上げて台をたったりに叩きつけていきます。この時表面を整えるようなイメージで叩きつけていくといいですね。叩きつけてちょっと折りたたむような動作を繰り返すと、だんだん表面がツヤっとしてきます。こんな感じですね。膜を見てみるとだいぶ伸びるようになりますね。後ろが透けるぐらい伸びるようになってるかと思います。ここまで来たらこね作業完了です。できたらタッパーに入れていきましょう。ボールだと、力が生地についてしまうので、底の広いタッパーを使用します。こね上げた温度は23度から4度がベストです。そうなるように水温を調整しましょう。濡れ布巾をかけたら発酵を取ります。濡れ布巾をかけて室内に放置でも構いません。120分です。発酵器を使う場合は27度でセットしましょう。
だいぶちょっと生地がダラーンとなりましたね。こんな感じです。そしたら少量の打ち粉を振って台の上に一度出します。ここからガス抜きまたはパンチと呼ばれる工程を取ります。生地を広げてから三つ折りを一回します。向きを変えたら上からくるりと折りたたんでパンチ完了です。生地がねより整ったような感じがします。タッパに戻して濡れ布巾にかけたらこのまま再び室内で60分発酵を取ります。これが60分後ですね。2倍ほどに膨らんでますし、生地をチェックする指で生地を押してみるとその押した穴が戻ってこないければ発酵具合としては完璧です。タッパから出していきます。打ち粉を少ししたらここから丸めですね。ちょっと生地を軽く叩いていきます。そしたら中心に向けて生地を折りたたんで楕円形に整えていきます。こんな感じですね。あまり触りすぎないように注意しましょう。濡れ布巾をかけて再度20分間休ませます。ベンチタイムと呼ばれます。20分後です。そしたらですね、成形をしていくのでキャンパスと呼ばれる生地を乗せる布を用意します。打ち粉をしっかりと振ってからまずは生地のガスを抜いていきます。生地のガスを抜いたら裏返して中心に向けて折ります。反対も同様に折りましょう。そしたらもう一度折ります。手のね、下の方の使って押さえると押さえやすいですね。表面を張らすようにして転がしながら長さを出していきます。天板に乗るぐらいの長さですね。オーブンによって違うと思うのでそこは調整してください。私の場合は約32センチぐらいですかね。キャンパスに成形したバケットを乗せてひだを作っていきます。バケットの生地が広がらないように押さえておく役割があります。ハード系挑戦したい方はぜひキャンパス購入してみてください。二次発酵約80分間いきます。乾燥しないように注意しながら濡れ布巾をかけて発酵を取ります。これが80分後。いい感じに張りが出てきましたね。そしたら鳥板を使って天板に移します。鳥板は段ボールに、新しいストッキングをかぶせて作ることができます。パン屋さんでもよくやってますね。ストッキングかぶせてね。そしたらまっすぐになるように、ちょっと調整をしてあげます。まっすぐにできたらクープナイフを入れていきましょう。少しクープはね、反らせるといいかなと私は思ってます。いろんなやり方があるのでね、やりやすい方法で結構です。3本、端から端まで均等の間隔になるように入れてきます。クープ難しいですよね。一本でも全く問題ありません。バケットの上の皮を一枚削ぐようなイメージで切ると綺麗に切れます。あとはスピードですね。ここから焼いていきます。スチームがないオーブンの場合は霧吹きをこういう感じでシュ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 と15回ほど振ってもらってから入れてください。天板を上にかませるとスチームが、しっかりパンにかかるのでいいですね。240度で20分焼きました。これが焼き上がりです。すいません、焼き上がりのね、動画撮り忘れてしまいましたが、こんな感じで焼き上がってます。焼き上がりは網筒の上で冷ましてください。
保存方法ですが、冷めてカットして冷凍庫で1週間ぐらい持ちます。ジップロックなんかに入れておいてください。解凍方法はトースターがおすすめです。1000ワットで4分ぐらい焼くとまたカリッとなってとっても美味しいです。私は結構オリーブオイルと塩をつけて食べるのが好きですね。ということで、本日もありがとうございました。インスタグラム見てレシピ配信もしておりますので、よかったらそちらもフォローよろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。